ヒラノ仕様、パリの舞台で輝く。ウォリピックメダリストの新たな冒険。数々のセレブたちが華やかに集結した、LOUISVUITTON のショーで、ヒラノ仕様さんが見せた初めてのパリ姿がファンを魅了しました。インスタグラムを通じて、彼はそのきらびやかな瞬間をファンと共有し、舞台裏の独特の雰囲気を伝えました。彼のフランスでの冒険は、 2023年12月の香港でのビトンのファッションショーに続き、2024年1月5日にはパートナーシップ契約を締結したことを発表しています。そして、今回のショーには2024秋冬メンズコレクションの一環として参加し、初めて足を運んだパリで新たな一歩を踏み出しました。彼は前日、晴れたパリの空の下で自身の写真を投稿し、ルイ・ビトンにご招待いただきパリに来ています。 明日が楽しみですと期待を膨らませました。そしてショー当日、彼はカムフラージュ柄のジャケットを身にまとい、会場や夜のエフェル塔といったパリの美しい風景とともに素敵な瞬間を切り取りました。インスタグラムでは、人気ラッパーのスウェーリーとの2ショットも公開。カムフラージュ柄のお揃い2ショットには、本人からのトイーン、双子というコメントが寄せられ、ファンを楽しませています。 さらに、2021年東京オリンピックで金メダルを獲得したスケートボード選手の堀米優斗選手も彼とのビッグスター2ショットをインスタグラムのストーリーズで披露。異なる競技のアスリート同士が交わる瞬間は、スポーツとファッションの融合を象徴しています。この新たな冒険により、平野潮さんはセレブリティとの交流をさらに深め、ファンの心をわしづかみにしています。 どんどん素敵になっていく、イケメンすぎやなぁといった声がファンから寄せられ、彼の輝きに賛辞が寄せられています。平野さんは T シャツ姿も素敵ですが、ビシッと決めた姿はまさに世界の紫テル。ファッションの舞台で活躍する姿からは彼の嬉しさが伝わり、ファンまでが幸せな気分に包まれているようです。この新たなショーで平野紫耀さんが見せる躍動感と自信あふれる姿勢は、ファンにとって待ち望まれた瞬間。 彼の冒険はまさに世界の注目を浴び、これからも彼の魅力的な旅路が続くことでしょう。ファンは期待と興奮を胸に、彼の未来に注目しています。